キングプリンス感動のラストパフォーマンス。メニュー101、出演レポート。キンプリ、キングプリンスの3人が脱退を発表してから数日が経ちました。彼らの退場後の行く先には、滝沢秀明氏との関係が注目されています。滝沢氏は今年の3月に新しい事務所、とべ、を立ち上げ、現在新人のオーディションを行っています。 ジャニーズ事務所を退所した複数のタレントが、滝沢市の新プロジェクトに関心を寄せていると報じられています。すでに東京と大阪でオーディションが行われ、公式 YouTube では応募した少年たちの映像が公開されています。審査の雰囲気はかつてのジャニーズ JR のオーディションを思い起こさせます。 滝沢氏はジャニーズ事務所時代からタレントの発掘や育成に携わっており、彼の新たなエンターテインメントプロジェクトには、三宅健氏やインパクト大津をといった先輩たちも参加する可能性が指摘されています。また、滝沢氏は以前から東京ドームや海外でのスーパー滝沢歌舞伎といった大規模なイベントを計画していました。 新事務所でも複数のドームを借り切り、来春には所属アーティストのお披露目を兼ねたイベントを行うとの話が広まっています。平野志洋さんたち元メンバーは滝沢氏との関係が深く、彼らとの連携も期待されています。平野さんは以前から海外での活動を夢見ており、滝沢氏も長年にわたり海外進出を目指してきました。 滝沢氏はトラビスジャパンをアメリカに派遣し、世界デビューさせるなど、その目標に向けて努力してきました。世界で勝負するという目標は、ジャニー北川氏から指名された後継者である滝沢氏から引き継がれています。平野さんたちは金プリを脱退し、新たな道を、滝沢秀明氏との合流説、金プリ脱退の3人の未来に注目が集まる。5月20日、 キングプリンス、イカキンプリが NHK の音楽番組メニュー101に生出演し、感動的なラストパフォーマンスを披露しました。ダンスナンバーの1番とデビュー曲シンデレラガールに続き、メンバーは切ないバラードビューティフルフラワーでファンや関係者への感謝の気持ちを歌いました。 このステージは大きな反響を呼び、メンバーにとっても忘れられない思い出となりました。5月22日、平野志陽さん、岸優太さん、神宮寺優太さんの3人が金プリから脱退し、金プリは高橋海人さんと長瀬恬さんの2人体制となります。退所後の3人の動向には業界内でも注目が集まっていますが、 特に彼らが慕う滝沢秀明氏の新事務所、戸辺の動向が気になっています。滝沢秀明氏は今年3月に新事務所、戸辺を設立し、現在新人オーディションを行っています。オーディションでは、滝沢さんがかつて関わったジャニーズ JR のような雰囲気が感じられ、多くの注目を集めています。平野さん。 岸さん、神宮寺さんはジャニーズ JR 時代から滝沢市の指導を受けており、共通の目標である海外進出にも夢を抱いていました。滝沢氏が送り出すトラビスジャパンも世界デビューを果たし、彼らが海外で勝負する可能性に期待が高まっています。脱退と退場の発表が滝沢氏の退社からわずか3日後に重なったことから、 彼らの未来には滝沢氏との連携が期待されています。来春には大規模なドームイベントの噂もあり、滝沢氏が滝沢歌舞伎などで成功を収めた経験を生かし、新たなエンターテインメントに関与していく姿にも注目が集まっています。5人はそれぞれ別々の道を歩み始めましたが、素敵な未来が彼らを大変お世話になりました。 最新の情報をスムーズに受け取るためにぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。